日本とブラジルの国交樹立120周年にあたり、ブラジル政府からの招待で、以前ブラジルを訪問された秋篠宮文仁親王殿下と典子妃殿下。10月27日から11月10日までのご日程で、アマゾン川のご視察、ルセフ大統領ご表敬、120周年記念行事へのご参加など、かなりの過密日程の中、両国の親善のために、ブラジル各地を回られました。秋篠宮殿下と典子妃殿下のブラジルご訪問を伝える記事や投稿には、両殿下を歓迎する声や、実際に両殿下のお姿を見た方からのコメントなど、様々な反応が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。